城は落ち、北条は滅んだ。奥州の伊達家も秀吉に帰参し、天下は秀吉のもと統一された。やがて秀吉が死ぬと、家康と秀吉子飼いの将石田三成が対立。この対立は世を東西に分ける戦に発展した。徳川と縁がある真田信行と稲姫は東軍に、三成と遊戯のある真田昌幸、幸村親子は西軍に属した。まさに今、関ヶ原で戦う西軍のために昌幸は稲姫のいる沼田城を攻める。稲姫は複雑な思いで対峙する敵を見ていた。あなただからこそ稲の本気をぶつけます。第4沼田城の戦い。